自分でしこりを見つけてクリニックに行ったんですけど、初めて行ったクリニックのなんか医療者の方がなんかシーンとしてたので、あ、なんか良くないんだろうなっていうのは予想はしてたんで、やっぱりそうだったなっていう感じです。結構がんのグレードと進行がすごい早いがんだったので、もう落ち込むとかっていうより早く治療っていうので、気持ちの切り替えの方が早かったです。昔から体が弱かったので、なんかついにラスボスが来たかと思いました。結構すごく前向きになったと思います。落ち込んだりとかあんまりしない、なんとかなるなっていうのが分かったので。今仕事で地域の情報誌にコラムを書いてるんですけど、そこでがんの、早期発見とか予防とかを大事にしてほしいということを発信してて、今働いている会社でもその相談事業みたいなのを、私ががんになったので取り上げてやろうかっていうことを理事長が提案してくれたので、まずはがんに悩んでる方とかご家族とかの、少しでも拠り所とかを作っていけたらいいなと思ってます。なんか昔のイメージだったらもうがんイコール死ぬみたいなのが多いと思うんですけど、今は早期発見する機会がたくさん増えてるし、自治体とかもいろいろいろんな企画をやってるので、そういうのに参加したり知識をつけていけばそんなに怖くない病気なので、まず焦らずに正しい情報を手に入れることが大事だと思います。で、あとは周りの協力がどうしても必要不可欠になるので、感謝を忘れずになんとか乗り越えていけたらいいんじゃないかなと思います。私は北海道出身なんですけど、母が抗がん剤治療中は来てくれて、食事の支度とかサポートをしてくれたのと、彼もまだ結婚してなかったんですけど、支えてくれました、精神的にも。